こんにちは、土岡です。さあ、マリオ RPG 続きやっていきましょう。いよいよですね、武器世界の後半戦行ってみたいと思います。おお、なんかなんだこいつら、新しい忍者くんちょっと待って、先に、あーマジか、はいはい、ポン。わ、結構硬いかも。え、あれ、今のってもしかして死に際に投げてるなんだよこれ。え、あー、やっぱりそうだね、やられ際に投げる、しかも逃げるということで、何考えてるのやっていきましょう。ドルポン、にん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 、にんともかんともにんともにんとも、服部くんかな。うん、これチクチク痛いな、もう針が刺さる感じでチクチク投げるんだから、もう痛いおかしいな、コマンド成功してるよね、あのチェインが続いたから。で、こいつ戦ったっけ、あれ難しい、おい、あれ、ここか、え、ちょっと待って、むずい、こいつと戦ってみたい。量産型強敵、また強敵出たよ、おい、なんで強敵で、強敵で出てきちゃうの、危ない、何考えてんの、こいつ水蒸気爆発のやつでしょ。2100、出世がかかってるから今回負けられんわな、そりゃ。何これ、おお、びっくりしたやめてくださいよ、水蒸気爆発してくださいよ、水蒸気爆発でしょ、あなたは、あなた水蒸気爆発分裂邪魔くさはい、あー、やられて、え、また現れるの、びっくり、今のもしかして何考えてんの、やんなきゃいけなかった、同じようなやつあって、またじゃあちょっと聞きますか、何考えてんすか、あなた方、あなた方一体雑魚扱いするだよな、雑魚扱いするでしょ、そりゃトーントーントーン、オッケー、強い、マリオいいぞ、よっしゃ、ちょっと待って、めちゃめちゃ経験値もらえたんだけど、ちょ、レベル上がりすぎてない、なんか不安になってきたあ、全然あの普通にただただあの何考えてるのをしてるだけなんですけどね。よし、お、アイテム、アイテム、あれ、ここはアイテムだけ、え、あ、この下か、なんだ、え、なに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 、え、ギヒヒ、見ろよ、カモがネギしょってやってきたぜ、シャ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 、ちょうど暇を持て余してたからよ、ちょっと遊んであげるとするわよ、メーテルリンクとドルトリンク、なにこいつら、まずは聞いてみよう、ドルトリンク、ポン、1200、自慢の刀、貴様に見切れるかな、呪文系とって感じ、はい、171か、パン、フレームストーン、はい、痛い、トーントーントン、よいしょ、メーテルリンクちゃんは何考えてるのかな、魔法かけますせ、魔法でせ、暗闇ブルブル、うわー、これやだ、これちょっと直してあげないとね、ピーチが早く、
け。おい、女の子に石投げるって最悪だな。これはちょっと痛いの飛んでけで直してあげますか。よし。で、まろちゃんはもう今いいので、ここよし。なんだ、うん、あーち、情けないやつだね。え、後ろ下がってった。なんだ、うわ、コブラ、いくよ。あ、なんか乗った乗った、虹色シャボン、痛い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 。あ、寝ちゃった。なるほど、まあ、ちょっと変えて、何考えてるの。メル、メーテルリンク、メルクリンク、どうだ、はい、だ、何考えてるんですか、あなた。のびのびと生きてます。伸びすぎでしょうか。どうしようかな、みんな元気になれするか。サブガム大丈夫か、痛い。メルクリンク、これメーテルリンクももう一回離した方がいいのかな。ちょっともう一回聞いてみるか。メーテルリンクはビビビビビビ快感。聞いてよかった、ちゃんと違うんだ。すげえな、カチカチン。おお、すごいすごいすごい、連続攻撃。おお、痛い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 。こんやろ、これはちょっとみんな元気ににして、はい、ちょっと、あ、寝てるか。じゃクッパに行ってもらえますか。あ、クッパ難しい、分かってない。うわ、カチカチめちゃめちゃ食らったぞ。おい、大丈夫か。おいおいおい、クッパマジっすか。クッパ弱え。クッパ多分あれだな、防御が良くなかったな、きっと。マジか。お、よしよしよし、いいぞ。え、あ、上まで一緒に消えちゃった。経験値少な。待って待って待って、今なんか嫌なの見えたけど。お、危ない危ない危ない、嫌なの見え、嫌なの見えたよ。怖っ。お、こっちにもある。ほう。なんだ、ちょっと待って待って待って、多すぎる多すぎる、情報が多すぎる。これは上に戻るやつだろうね。いや、ちょっと戻ってみる。これな、これ何なんだこれ。ああ、はい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 、ここに落ちてきたって感じな。オッケー。さっきの戦ってた場所はなくなった。なんだ、なんかすご。工場で、係長だって。工場では順調に生産が進んでるようだな。ケンゾール、ユミンパ、ヤドルフィ、そしてオノフォースはやられてしまったが、この分だと新たな過剰軍団ができる日もそう遠くはないな。量産型でいっぱいできてるもんね。あ、新たな過剰軍団、ちょっとそんな旗迷惑なものを作るのはやめてくださいよ。ん、なんだお前たちは、なんかスターウォーズに出てきそうな感じの雰囲気のキャラですね。聞いてびっくりだぞ。このお方はかの有名なマリオさんのうちを見たこ、見とこもみたいに紹介しないで。どうだ、参ったか。このモンローがめ、モンロー。え、そんな物騒なことをやめないとマリオさんがお仕置きしたぞ。何をしゃらくさい。トン行け。そしてマリオを倒すのだ。まあ、トンぐらいじゃな。うん、トン、トンって、名前がちょっと。トン、まあ、聞いたけど、もう一回聞いとく？トン、何考えてんの？な、潰すって言ってるけど、叩きたい言うてるけども。仕事、仕事、仕事、仕事。あんま逃げてんじゃねえか。仕事から逃げるな。仕事から逃げるな。ならば、私が相手だ。よし。まず、ちょっとトンを倒すぞ。あ、間違えて係長にやっちゃった。よし、係長聞いてみよう。はい、300、弱。10年か、やっと。何が、え、もしかして10年、え、10年ってことないよね。
あのマリオ RPG からマリオ RPG の発売から何年経ってる、これ二十何年ぐらい経ってるでしょ。えい、スーパーファミコンだもんね。スーパーファミコンが安くなる券がついてきたんだもんね、マリオ RPG って。スーパーファミコンの10年とはここにまで上り詰めるのにってこと。どうだマリオさんのお仕置き思い知ったか。めちゃくちゃ弱いっていう、びっくりした。この奥に武器を作り出す工場があるみたいですね。さあ行きましょう。すごいねこれ、なんかクレベースみたいじゃないクレベースの顔みたい。あれあれで、このスイッチは何でしょう。踏んでみますね。おいこらやめろ。何も起こりませんね。ほらクレーンゲーム。んマリオさんどうしたんです。わかった、あれ手のギャグでしょ。でも面白くないですよ。あ、なにこれ、助けてマリオさん。ひどいなおいあー怖かった。どうやら緑色のスイッチを押すとクレーンが動くみたいですね。そうなの。そうやって次にまた、じゃあクレーン、マリオさん。はい。あ、どうしたキノピオ。やっと追いつきました。今度は僕がマリオさんのお役に立ちますね。姫、ごめんなさい。大臣やあなたたちには黙って出てきたけど、私も願い事の型を元の世界に戻したいの。だからこうやってマリオたちと一緒に。姫、そうですよね。これで僕もマリオさんだけじゃなく姫のお役にまで立てるんですから、ここまで来た甲斐があるってもんです。でもあなたが。とりあえず持てるだけ持ってきました。さあどれになさいます。おお、あ、ウルトラキノコおたまど、何おたまドリンク、あ、全員のいいじゃん。あ、10まで買えるのか。もう結構お金あるから。メイプルシロップある、復活ある、リフレッシュオールある。まあここら辺相当しんどいんだろうね、リフレッシュオールとか。でもピーチの技がめちゃめちゃ強いからな。そしてこれは僕からです、コンペイト。コンペイトめちゃめちゃ強いって噂ですが、どうなんでしょうね。姫、マリオさん、あとちょっとですよね。頑張りましょう。よし、どこかで使ってみたいな、コンペイト。なんだ、え、報告します。課長殿、新型ツッツンは順調に出来上がってるようではあります。課長殿、生産は予定より 30% 順調です。これなんかマジの工場で働いてる人だったら、もうめちゃめちゃ見覚えのある感じじゃないの。これで課長様に褒めてもらえますね。うむ、我々が頑張れば頑張った分だけ過剰軍団はどんどん強くなる。そしてこの武器工場でどんどん生産された武器たちが、あのマリオの世界を埋め尽くして過剰様のものとなるところを思い浮かべよう、見てみようじゃないか。うっとりこら貴様ら、勝手なことを抜かすでない。世界を支配するのはこのクッパ様だ。貴様らごとに勝手なことはさせんぞ。お前はマリオ、いや、じゃあマリオじゃない、クッパなんだけど、ケンゾル2型やケヤドルヒマークスを倒したというのか。いや、マリオじゃなくて我が輩が主役なんだってば。マリオ覚悟しろ、我が輩を無視するな。おもろいね。テンちゃん、よし、テンちゃんをパンパンパン、オッケー。てんちゃんのお話を聞きましょう。ちょっと係長が弱かったからな、あんまり攻撃できないかも。叩く叩く、爆弾ゴロゴロ。あー、オッケー、危ね。はいはい、まあさすがにピーチぐらいの攻撃だったら大丈夫だよね。よし、課長まで上り詰めました。600級。25年、俺もそうね、25年か。まさか、もうめちゃめちゃ出てくるやん、そういう感じね。はい、よし、じゃあいいのに変えて、はい、よし、あれ、ほい、
OK。 あ、ミスったボタンたまにミスるんだよなこれな。ポンポンポン、よし OK。 なぜみんなマリオマリオと言うのだろう。我が輩のハートはとっても悲しいまあまあ何この友情物語友情物語始まってんじゃねえか、マリオとクッパの。お、こいつはシャアじゃねえか。ちょっとあなたがこの工場の責任者なの。あなたたち武器が襲ってきたおかげで私たちの世界はめちゃめちゃよ。もうこんなことはやめて。それはできない。カジオ様に逆らおうとする異物は排除されなければならない。排除？そんな脅しなんか怖くないわよ。私にはマリオがいるんだから。もう完全に盾されてんじゃん。これより異物を排除する。すべてはカジオ様のために。うわあ、部長まで来たぞ。部長までいた。危なー。カン、カンをちょっと何考えてんのしてみよう。はい、150。愛は勝つ心配。カンさん、あ、それでカンか。カンさんちょっとお亡くなりになりましたよね。もう奥闇です本当に。よいしょ、ほい、はい、あ、心配ないからね。君の想いは誰かに届く。明日はきっと来る懐かしい。もういろんな替え歌が流行りましたよね。覚えてますか。ちょ、忘れてた。何考えてんの、やるの忘れてた。歌って、歌に夢中で部長をちょっと聞かないと。はい、組合、息子の受験、転職、長かっためちゃめちゃ大変そうこれ日本のお父さんを象徴してるでしょこれ絶対に。ちょ、悲しいな。なんか倒したくないな。お父さんの職場だよっていうね、こういうことですよこれ。結構お強いです。結構お強い。はい、ポン、よし、パン、オッケー。さてさ、やりました。イエイ、レベルアップ。大丈夫？大丈夫でしたよ。怖かったわね。さあマリオ、あんな人たちにはさっさと私たちの世界からご退場願うことにしましょう。うん、お、セーブポイントがあるぞ。よし、行ってみよう。なんだ、え、誰これ。工場長マリオ、ついにここまでやってきたのか。しかしそれもここでおしまいだ。これより先はカジオ様のおられる場所。お前のようなものだと立ち入ることさえ許されぬ場所なのだ。私が精魂込めて作り上げた究極兵器ラスダーンの餌食となる。ラストダンジョンでこと、ラスダーン。え、来たぞ。おい、え、激で、ちょっと待って、マジで激だ、やば。待って、これは相当やばいっすよ。痛いの飛んでけで、ピカーン、よし。工場長相当ヤバそう。はい、工場長、今月の目標、ヘイパー戦隊ヘイパー、おっぱい、おい、危ねえ。えい、タイめちゃんこいて。ちょっと待って、早く工場長倒さなくちゃ。痛いの飛んでって、よし。ラスダーンは、ラストダンジョン、はい、1400。我々を倒したら残るは大将一人。お、いよいよか。じゃあジャスティスブレイカー、なんこれ、ちょっとかわいい、痛そう。
痛い、マジか、激痛これは。なるほど、ジャスティスブレイカーやばいな。ちょっと待って、みんな元気になれ。これ効いたのでもうジーノに変える。はい、よしよしよし、危ない危ない、完璧、ほら強いんだぜうちのジーノは。ポン、よし大丈夫か、ほらパンパンパン、またちょっと可愛いけど、なんだよこいつこいつなんやねん、あの中のやつ誰。はいはいはい、これはちょっとさすがに回復しますか。よし、危ない、はい、おらおらおら、やっつけちゃうわよよし、結構そんなに強くないぞイエイ、マロちゃんレベル24、魔法あげます、ずっとプッパンプツリー。武器の生産はまだ続いているな、見るんだマリオ、武器はあそこから生み出されている。あ、本当だ、多分カジオはあの下で武器を作り出しているのだろう。カジオから生まれてってるってことか。武器の生産をやめさせ、最後のスターピースを取り戻すためにはカジオをなんとかせねばダメだ。マリオ準備はいいか、もう後戻りはできないぜ。僕たちの旅ももうすぐ終わる、その時はさあ行こう。やめますやめます、いや多分次がラストなんではないでしょうか。ということで、じゃあ次回はですね、ちょっとカジオに挑戦してみようかな。結構ちょっとレベル上げ一切してないんだけど、何考えてるのがちょっと楽しくて、いろんな敵に何考えてるのやってたらだいぶレベル上がっちゃったんで、このままね突撃したいと思います。多分裏ボスみたいのがいるらしいので、そちらの方でね、武器防具とかねちゃんと揃えて挑んでみようかなと思います。ということで次回、ラスボスに挑戦してみましょう。さあ僕のノープランな僕は勝てるんでしょうか。よかったらまた次回も見てください。それではつちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。